皆さんこんにちは、ミセスロイドです。今日のお昼ご飯はこちらです。ボルという会社から出ているポッシュヌードル照り焼きうどんです。でこれあのね、これこうニューって書いてあります。あのボルという会社から出ている商品は常々まあスーパーの棚にあるのは見てたんですよ。ただなんかどうもベジタリアン向けで、私がまあたまたま目にしたのはサラダ系だったんですけど、今回このなんかニューとかいうので出てまして、でしかもこのポッシュヌードルというのにちょっと惹かれまして、でちなみにこのボルという会社は結構割と新しくって2015年に設立されたらしくって、でウェブページを見るとどうもその創立者というのがなんかもともとなんかスポーツかなんかをやってて、まあ挫折して、でどうもなんかカリフォルニアでどうもベジタリアンになったらしいなったというか、なんかカリフォルニアの人々に感化されて、なんかもっとベジを食べなきゃとなったらしいです。でこのボルトでイギリスに戻ってきて、もっとなんか食べ物に関して勉強して、でついにこれこの会社を設立で、これはだからその人が言うようにベジタブル、ベジタリアン用というか、とにかく全て植物からできている商品を売っているらしいんです。で今回これね、このポッシュヌードルというのに惹かれまして、でこれいくつかポッシュヌードルのシリーズがあって、でそのうちいろいろまあ試してみたいのは結構いろいろあったんですけど、とりあえず照り焼きうどんということで今日はこちらを食べてみます。ボルポッシュヌードルズスイート&スティッキー照り焼きうどん、ここに100%プラントパワード、すごいですね。で、これ温めるんですね。マイクロウェーブで2分。豆ですね、豆。野菜たっぷりなのはいいですね。カロリーは391キロカロリー。なんか思ったより高いっすね。豆とうどんですかね。Eat prawns, slurp noodles. ヌードルズをすすれと書いてあります。で、あ、コリアンスイートチリラーメン。電子レンジで2分チンして混ぜてさらに1分。味噌グレイズドうどんヌードル、しかも照り焼きホイズンソースって、これもうすでに日本のものじゃない。
ではいただきます。なんかね、っていうか雨の音聞こえますかね。あの昨日ぐらいからすっごい大雨が降ってて、結構やん降ったりやんだり、降るときはすごい強烈な雨が降ってまして、でこれがですね、匂いがあんまり正直美味しそうな匂いじゃないです。これは味がないですね。いや、あるんですけど、すっごい薄味で、照り焼きって書いてありますけど、全然醤油の味しなくて、すごいなんか甘いだけ。塩気もなくて、甘くて、確かにスティッキーだ。ベトベトします。うどんも当然コシがないのはまあしょうがないとしても、うどんまずいな。うどんの麺もいまいち。これは全然照り焼きソースの味でもないですよね。何なんでしょうか。なんか野菜も基本的に生野菜が入ってて、それをレンジでチンしただけ。まあ健康的っちゃ健康的なんだろうけど、あの豆にも全然味がついてない。これは、まずくはないんですけど、何これっていう味がないじゃん。微妙に甘い、微妙に甘いのと、ちょっとチリ、スイートチリをむっちゃくちゃ薄めた感じ。っていうか、なんでうどんにスイートチリやねん。もしかして創始者がアメリカにいたせい。アメリカにも日清のカップヌードル売ってるんですけど、アメリカバージョンなんですよ。それが非常にまずいんですよ。まずいというか味がないんですよ。やっぱりアメリカ人向けに開発された、多分アメリカ人もきっとあれが美味しいんだと思うんでしょう。でも日本人には美味しくないということは、やっぱりこれは日本人向けではない。あずき？あずきっぽい。ちなみに味はない。完全になんか創作ジャパニーズですよね。あのポッシュヌードルってありましたけど、あの意識高い系の人が買って食べるんですかね、これ。これは本当に味がない。甘いだけ。
匠様でした。最後まで味がなかった。たまにきちんと混ぜてなくて、そこにあの濃い味が溜まってたりするんですけど、これは最後まで味がなかったです。これはもう絶対変わりませんね。他のなんかこのシリーズ、他のヌードルはなんかもう結構見た目は見た目というか名前からして美味しそうだなと思ったんですけど、やめといた方がいいかなと思いました。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。